八月二十日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新尿一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡つとむさんです今週もお付き合いくださいえそれでは今週取り上げたニュース振り返っていきます77回目の終戦の日高市大臣らが靖国神社を参拝 FBI がトランプ前大統領の自宅を捜索し複数の機密文書を押収 中国がアメリカ議員団の台湾訪問について反発安倍元総理大臣の国葬ハリス副大統領参列で調整コロナ時短訴訟飲食店側控訴取り下げ違法判決が確定オリンピック組織委員会の元理事逮捕アメリカ新たなインフレ抑制法案が成立ウクライナのゼレンスキー大統領と国連総長が会談 野党が閣僚と旧統一協会の関係などについて臨時国会招集の要求書を提出こういったニュースを取り上げました今週の聞きどころ8月17日水曜日に佐々木俊直さんと取り上げたコロナ時短訴訟を飲食店側控訴を取り下げ違法判決が確定というニュースですそれでは今週のプレイバック コロナ時短訴訟、飲食店側控訴取り下げ、違法判決が確定。新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づいて、営業時間短縮命令を受けた飲食支援、グローバルダイニングが、命令は憲法違反などとして、東京都に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が、昨日東京高裁であり、閉廷後にグローバル社側が控訴を取り下げました。 これで時短命令の違法性を認めた上で同社の請求を棄却した一審の東京地裁の判決が確定したとということです、えー、去年の3月の,、まあ、あのもう緊急事態宣言が、ねうん、終わる頃に出されたこで,したで、ね、ちょっとこれ分かりにくい話なんだけど別にグローバルダイニング飲食店が負けたみたいな話ではなくて、はいえー、これ、明らかにこの東京都のですね、うん えー、命令が良、まあ、くなかったと違法だったっていうことを認定した判決だっていうねでまあグローバルダーリングはこれ以上裁判しても多分新しい進展なさそうなんでもうこれで終わりにしますと、はいまあ、要するにお金目的というよりは東京都の違法性をちゃんとあの認めてほしいっていう裁判だったってことでそれがまあ認められた。 ええというこことととは確定したということですよね、うんまあ、昨日の,、ねうん、1> この第1回の口頭弁論の中で、いやと小池都知事に承認、うん、として出てもらって話をしてほしいんだとこういうことを、実、え、証、ー、を求める上申書を提出していたんですけれども、まあ、そんな必要はないと、都側が突っ跳ねたとそうですね、認人も採用される見込みも低いというのが、まあうん、取り下げの理由の一つになってるわけですよね。うん、でこれね、結局、まあ、だから、ちゃんと感染対策してれば、営業続けてもいいじゃないか、はい。 グローバルダイニングは言ってたんだけどそれに対して東京都はねなんかいやいやそれじゃいかんのだと。うんうん、でまあもう緊急事態宣言が終わる直前になって、はい。 その営業時間短縮命令を出したんだけどそれがね大半がグローバル代理のお店だったっていうんでまあ多分東京都の方が一× 1 0 0回を狙ってですね狙い撃ちしたんだと思うんだろうけどいやいや感染対策ちゃんとやってれば大丈夫だろうっていうふうにグローバル代理側は真っ向から反論していたとだ結局ねこれってまあほら海外のね特にあの欧米なんかだとロックダウンやる都市封鎖 っていうねもう強制的な命令を出してもとにかく外出まかりなら店やめろっていうのをやったんだけど日本はあくまでそこはね、はい、まあ時短要請とか請自粛要請とかね、うん、それに対していや要請だったらね我々は別にそれに対して対抗してですね要請を、うんえー、従わない、ねうんえー、権利もあるだろうっていうふうに言ったんだけどそこはなんかねいや要請だけどそれゃ従ってもらわなきゃ困る っていうのが東京都の立場でそれ要請だったんだったら別に強制力ないはずなんっていうのがグローバル大臣の考え方。うん、で、きっこれってねもう根幹を言えば、はい、一体何を根拠にして我々は。 この感染抑止をしてたのかっていうね法的根拠もあんまりなくてですねなんだか気が付いたらその空気の圧力みたいなね、はいんえー、なんとなくよあの自粛しなきゃみたいなところに追い込まれてで飲食店の側から見るとね、はい、そんななんかよくわからん空気の圧力だけで営業停止されたらたまらんよね。 っていうのがあったんだけど、うん、こっちは食わなきゃいけないんだよと。そこのは根拠はよくわかんない、ままここまで来てしまった。まあ、だから、これがね、良かったのがどうなのか。 なかなか難しいところですよねだこれ、あのーね、原告のグローバルダイニング側は、うん、あのこのいい憲法違反の部分を争点にもしていて、うんえー、営業の自由というものが、まあ、憲法解釈上あるだろうということで,で、ここの部分はどうしてくれるんだという、で結局、この判決を見ると、憲法判断までは踏み込まなかったですね。踏み込まなかったでで、ね、本当はそこまで踏み込んで じゃあ次にもしね、感染、パンデミックみたいなのが別の病気で起きたときに、一体どうやって日本はね対応するのかってところまで本当は議論しなきゃいけないと思うんですよ。だからそれをじゃあねえ 憲法論議しないでそれをやり過ごせるかってそれはできないわけでやっぱり憲法論議までしなきゃいけないと思うんだけどなんかねこう全体に国を挙げてそこを回避してる感じっていうのがあってですねそれが政府の側だけじゃなくてね東京とか政府の側だけじゃなくて国民の側もあるいはいろんな人も含めてってことなんですけどなんかナーナーで済ませてるってこれ <laughs> これね一方でまあ生存権であったりとかというのもも,もちろん憲法上で認められているまあ基本的 人権の部分であるから結局憲法上の権利と憲法上の権利がぶつかるときにそれをどう調整すると、うん、そうなんですよね、うん、だから結局これってまさに政治だと思うんですだから感染抑制か感染防止かそれとも経済を動かすのかっていうねこれが 二者択一じゃないわけですよ。どっちもやんなきゃいけない。経済も動かさなきゃいけないし、感染も抑えなきゃいけないので、うんで、そのバランスをね。どのぐらいのところで取るのかとゼロか100かじゃないわけですよね。うん、で、そのバランスをどう取るかってことを議論し、それを政治的な実行力で。はい、じゃあこの辺のバランスにしましょう。 っていうのをこう、えー、信頼されて政治家が決めるぐらいなところがまあ理想的な僕は政治だと思うんですよ。ゼロから百かっていうかね答えがはっきりしてるものを決めるんだったら、はい、そんなもの別に政治家なんかいらないわけで、AI かなんかにやらせればいいわけですよね。うんでもやっぱり答えがないと、はい、だからゼロから百の間で。 感染とじゃあ70対30にするのか、うん、60対40にするのかあるいは50対50にするのかってそこを、ね、決めるっていうところを、ね、きちんと議論しなきゃいけないし、うん、そこを判断する能力を多分社会にとっては求められてると思うんだけどなんかねやっぱり日本ってほらゼロリスク的な進行があったりするんでどっちかに極端に触れようとするっていうねここはなかなかね議論になりにくいですよねいつもいつもね。でしかもそれが局面局面面で変化するって とであのウイルスが今、全く分からない状態だったら、うんうん、じゃあ、安全サイド振らなきゃならないしで、ところがウイルスが分かってきました、でえー、でさらに進めれば、ワクチンが出ましたとか、特約出ましたとか、でえー、また変異しちゃって危なくなりましたとか、どんどん物差しの、ね、右左が、そうなんですよね、だからそれこそコロナの最初の頃ね、まだワクチンがなかった時代には、はい、もう感染抑止に一斉に振り切るしかなかったと、もうほっときゃどんどん人が死ぬっていう。 ワクチンも有効性が明らかになって、えー、なおかつ、まあ、オミクロンの今の BA.5 に関してもオミクロン対応ワクチンっていうのが。はい ついに、ね、今度出てくるわけでそうすると、まあ、ある程度ワクチンちゃんとやってれば経済動かせるよねって話にまでなってきてるわけだから、はい、まあその都度その都度すごい細かく有料動くわけですよね。ところがねここわかんない人はねなんか前と言ってることが違うじゃないかって怒り出してるんですけど、えー、いや、はい、前と言ってることが違うのは当然で状況もね、うん、医学もど,どんどん変わってるんだからっていう,うお医者さんたちはさんざん説明してるんだけどなかなか分かってもらえないっていうね。はいうー 断絶しちゃったっていうのがあるんですね。そうなんですよね。で、うん、まあみんなイライラしてるもんだから、ね、もう医療関係者にねもう罵声をぶつけて<あ>なんかそれでごーゴー任せみたいな感じになっちゃってますよね。うんうん えー、新型コロナへの、ねえー、対応について、うんまああ、経済か、あるいは感染の抑止かというところで、うん、まあそのね、えー、バランスをどう見極めていくか、ま,あ、まさに政治の役割であるとそうですねただ、もう3年近く、2年半ぐらいたってです、ね、はい、だん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 見えてきたものもあって、うん、とりあえずやっぱり一番大きかったのは、ワクチンが、はいね、これだけ広がった結果、ワクチン接種、まあ、今だと3回もしくは4回ですけど。えー だとそんなに重症化はしない、なくならないとだから現状でその経済か感染防止かっていう、はい、両側に振り切れる必要はあんまりなくて、うん、感染防止しながら、えー、経済を回すことは十分可能だっていう共有認識ができてるそれは何かというと一つはワクチンをきちんと打つことであり、えー、もう一つはまあマスクはちゃんとしましょうっていうねこの二つかなとそこさえ守ってれば前ほど、まあ、これね3密をどこまで はい、許容するのかっていうのは結構難しいところでそれこそイベントとかどうするんだとかねあとまあ先場ほら阿波踊りとか始まってそうです、ね、みんなマスクしないで踊ってますけどあれもねまあどうなのかっていう議論も結構あるんだけどまあでもそのワクチンマスクだけちゃんとやってるある程度緩めても大丈夫だよねっていう議論にはなってきてるただ一方でね、うん ななんだろうな今の沖縄なんかそうですけど、はい、ものすごい感染爆発状態で、えー、今朝ニュース見てたら、うん、もう病床使用率が100%突破って突破って何なんだっていうねもう全く怪我しても何しても急病でも、えー、病院には入院できない状況になってしまってると、うん、でなおかつそのほとんどが大半病床使用してるのが観光客 東京とかその本州から行ってるねで、まあ、PCR 検査して熱出してでこれで結果が出たらもう沖縄から戻れないっていう状況になりそうな人がみんなね怖いんで飛行機乗って帰ってきてるっていうねう飛行機なんかはものすごい状況になってるんじゃないかと思うんですけどだからまあこれ沖縄だけじゃなくて東京とかね、はい 本州も同じでもうどこも病床がかなりいっぱいでですねで発熱外来もかなりね長蛇の列になっちゃってると、はい、でこれをどうやって抑えるのかっていうのが結構次の課題になってきてんじゃないかなっていう,う重症化して死ぬ人は少ないんだけどもう病院が麻痺してる えー、この状況なわけですよ、ねえー、うんまあねで、ここでよく言われるのがあの大半が軽症の方だと、ただあの軽症だと言ってもこうお医者さんの言う軽症っていうのはわれわれのイメージとはちょっと違っていて酸素吸入の必要がなければこれは軽症なんだと、まあ、そうすると対症療法でお薬で治していかなきゃいけないけれども、やっぱそこで症状がきつくなってくると、入院させてくれっていうふうに、ね、この入院させてくれるの,の,の判断が難しいところだと思うんですよね。はい、あの 聞いてるとねだから、まあ、要するに自宅療養もとにかくするしかないと要するにもう全ての検査をきちんと行ってちょうどほらあの全数検査を、ねはい、やるかどうかってことを見直しての政府が言い出しているわけなんですけれど、えー、今までは、ね、PCR とか、ねはい、えやっても全数検査してとにかく全員を特定しようというやり方してたんだけどもうちょっとそれやると発熱外来、まひしちゃって,て回らないと。う ね、判断して熱が出たらお家で寝ててくださいと実際に病院にかか仮に発熱外来行ったとしても出せる薬はロキソニンとかああいう熱冷まししか出ないので、うん、家での市販の薬飲んでるとあんま変わらないから家で寝てくれ っていう話なんですよただ見てると今のオミクロンの BA.5 ってもうのの痛みとか半端ないらしいですよね。うもうナイフで切り裂かれるぐらいに痛いみたいなのをよくみんな報告してるとうそうすると家で寝ててねそんなに喉がね切り裂かれるに痛い状況で熱も40度近く出て自分でこれがまだ家で寝てていいのかどうかって判断できるかどうかってこれ分かんないですよねそんなものね。でそうするとどうしてもじゃあ救急車呼ぼうかって話になっちゃう。でもそうすると救急車は 行っても来てもらえない、はい、え来てもらっても入る病院がないっていうね、うまあそういうこう我に状況になっちゃってるのかなと。だここをねどうやってその ね、病院あのお医者さんが判断しているような判断をえ自宅療養している人ができるようにするのかというのはちょっと次の課題になってきているのかなという感じが、ね、本当、ね症状が軽ければ、あのー、解熱鎮痛剤を飲んで、うん、え家で寝ているってまさに私、そうだったんですけど、うん、それで十分に回復してくる病気でもあると人によってだいぶ症状は違うみたいですね,ですねこれね。 まあただ、ね、全数を検査するであるとか、ねうん、無症状の方まであぶり出してみんな自宅待機みたいなことってそれじゃ社会全くないじゃないかっていうのはうう、ねねまあ、会社が、ね、なんか休むんだらコロナの,あの証明書もらってこいんだって言ってる会社もあるみたいで、うん、までそういうのはやめましょうって話ですね、うん、とりあえずは、ね、まあその辺もねあのマイハーシスっていうシステムの中で、うん、え実は証明書も出せるんだという話があるんですがなかなかその辺がまだ浸透していないというとことですね。 相手ですね、えー、国民税に行き渡らして自分で検査してで自分でマイハーシスにこう、うん、登,録登録してそれで証明書をそこの場でウェブで出してもらってそれを会社に渡すぐらいな方の仕組みにした方がいいんじゃないかなと、はい、東京都は今そっちの方向にやろうとしてますよねうんこの後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介していきます後半は番組コメンテーターの対談コーナーですどうぞ最後までお楽しみください 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し、月間三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、 月刊、三宝良し経営の見本詩、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック、創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団、 オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新葉一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号 今週、来週は3年目の夏、私とコロナというテーマでメッセージをお受けしておりますえ。お仕事、ご家庭、それぞれの地域、それぞれの場所、立場でコロナについて感じること、コロナに関する具体的なエピソードや体験など、あのメッセージを紹介しています。ここでも、えー、何通かメールをご紹介したいと思います、えー。まずはですね、こちらは。 相模原市にお住まいの女性の方からいただいたメールですね。コロナの影響で地区の行事もなくなり、自治会で回す回覧板もそっと玄関先に置いておく。手渡しではなくなりました。それぞれが気を使ってできるだけ接触を控えた結果ではありますが、お隣の方でさえ会話をすることが減りました。お互いのことを思い合ってのことですが、寂しい感じがしますといただきました。 そうなんですよね。こう、お互い良かれと思っていることではあるんですけれど、こう、人付き合いが減ってしまったというのも、このコロナでありますよね。これ、私の友人の話になりますけれども、会社からあまりこう、土日よい友達と出歩かないでほしいといった話があって、なかなかちょっと出かけるの難しいんだよね、という話もあったりしまして、なかなかその楽しいことを、 友達と共有できなくなったりとか、あとはね、それこそ地区の行事もなくなってとなると本当に、 ねえ活気がなくなってくるな寂しいなという気持ちになりますよねこちらはですね、えー、江東区にお住まいのこちらも女性の方からですね私も飯田さんと同様コロナかかりました味覚障害の後遺症に3週間かかりました味がしないおいしくない料理してもまずいやっと治ったところですコーヒーの味すらわからないんですお風呂に入ってもシャンプーの匂いしないんですよほんと参りました人によって様々ですねと、えー、3年目の夏私とコロナというテーマで メッセージをたくさんいただいております本当にありがとうございます、えー、そしてですね8月17日水曜日のオープニングで、えー、そんな中このメールを紹介しましたお聞きください コロナの夏ということでですねあのいろいろメールやツイッターもいただいてるんですが、まあ、その中であここはまだ日曜が戻ってこないのかというのがほどが谷の幸子さん、49歳の方中3の娘がいるんですと吹奏楽部に所属していてこの夏、最後のコンクールに挑戦するため血のにじむような練習をしてましたところが前日にコンクール前日にコロナなどで体調不良の生徒が多数出たので校長先生の判断で今回のコンクールは出場辞退します。 仕事中だった私は昼休み娘から電話を受けて知りショックでした。もちろん娘は大泣きですと。 え、小学校の頃からね、学校のマーチングバンドに入って、楽器というね、う特技ができてと、えー、中学でも吹奏楽部で頑張るというふうに言っていて、もう、本当に努力を重ねてきたのを間近で見ていて、その最後のコンクールだったんです。えー、親としてかける言葉も見つからないまま娘の話を聞いて一緒に泣きました。コロナでこんな思いしてる人はたくさんたくさんいるんだと思います。みんなの思いが少しでも行き場ができてくれたらなと思うんですよね、と。 うーん、本当にね、こういう話を聞くと切ないし、こういう話がね、なんかあの子供さんに偏ってるんじゃないかな、という気がしてならないんだよね。んなんかこう埋め合わせることができないかなっていうのは、まあそれこそ、ね、えー、感染が落ち着いたらなのかどうなのかというところですけれども、ね、こういうところに知恵を絞っていきたいよね。 こちらのメールをご紹介したところ、横浜市立保土ヶ谷中学校吹奏楽部の顧問の山田先生から番組宛にご連絡をいただきました。えー、その内容もお伝えしますね、えー。生徒たちは大会に向けて猛練習をしてきました。それがコロナにより出場できなくなり非常に落ち込んでいます、えー。生徒の皆さんは番組で横浜市立保土ヶ谷中学校吹奏楽部へのエールに大変励まされたと、えー、いただきました。 大会には出場できなくなりましたが、8月27日に練習用に予約してあったホールでサマーコンサートとしてですね、関係者を集めたコンサートを行うそうです。現在このサマーコンサートに向けて練習真っただ中ということなんですね。タウンニュースほどがや版に掲載されている記事によりますと、ほどがや中学校の吹奏楽部によるサマーコンサートは8月27日土曜日、え海老名市文化会館大ホールで午後2時30分 20分開演入場無料ととのことです当日は「えセドナ」「弾む心のマーチ」「山形ファンタジー」え「ジェネシス」「喜多劇コウモリセレクション」などを1時間にわたって演奏する予定とのことです。 このメールをですね飯田さんが読んでいるのを聞いていた時本当に胸が締め付けられました私も吹奏楽部に中学校の頃所属していましてあのコンクールは一つのやっぱり目標でしたねまあコンクールに臨むにあたって、まあ、いろんなことをするんですよねどの曲で出場しようかって曲を みんなで選んで,でその曲をこうより理解をしていくために同じ作曲家の別の曲を聴いたりですとかいろんな映像を見てみたりパートで、まあ、先輩後輩みんなで一緒に放課後練習をして、まあ、大変なこともたくさんあるんですけれどこう合奏を通してああまたうまくなったかもしれないあ曲が仕上がってきたかもしれないって実感することで大きな自信になっていきますし。 コンクールに向かって練習をしていくその中でその部の絆が深まっていくというかこう結束力が強まっていく感じというのを私も実感していました。サマーコンサートという形でお客様の前で披露されるということで今この瞬間このメンバーで部員みんなで演奏するこう楽しさであったりとか喜びというのをたくさん感じてほしいなというふうに思いました。 演奏する曲目も,も全て本当に素敵ですよね。ね、セドナは爽やかでエネルギッシュでワクワクする曲ですし、期間劇コウモリセレクションは私もあの先輩の引退の時にあの演奏した思い出があります。本当に楽しんできてください。頑張ってください。心から応援しています。 番組では3年目の夏、私とコロナというテーマでメッセージを募集しております。懸命にコロナと夏とお書き添いの上、メール、もしくは番組ホームページのメッセージフォームからご意見、エピソードをお寄せください。お待ちしております。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。8月22日月曜日、米韓合同演習。第104回全国高校野球選手権大会決勝。 8月23日火曜日、定例閣議。8月24日水曜日、ロシアのウクライナ侵略から半年。東京都パラリンピック記念イベント開催。8月25日木曜日、アメリカの4月から6月期の GDP 改定値発表。沖縄県知事選告示。安倍元総理の49日。8月26日金曜日、定例閣議。 小池知事定例会見。8月27日土曜日、日本維新の会が臨時党大会新代表を選出。続いては来週のコメンテーターのラインナップを紹介します。8月22日月曜日、筑波大学教授の東野敦子さん。23日火曜日、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。24日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。25日木曜日、 慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授土屋本博さん26日金曜日内閣官房参与で外交評論家の宮城邦彦さんコメンテーターの皆さんは6時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡勤さんです OK, ージーアップ週末増刊号道徳って何だろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さああなたも道徳を学びませんか お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。 ジャーナリストの有本香織ですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は公益財団法人モラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学客員教授の西岡努さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今回は同じ朝鮮半島でも南の方の韓国をテーマにお話を伺っていきたいと思います、はい ここまでお話を伺った北朝鮮の拉致問題と同様韓国との間でも、まあ、安倍元総理の功績というのは非常に大きなものだったというふうに思うんですがなんといっても歴史認識問題、はい、慰安婦問題そして、うん、あの戦時労働者問題について安倍総理の功績が大きいですよね。 あのまあ、私も過去のですね、うん、まあ安倍さんが政治家としていろいろやってこられたことを、うんおまあ、この2年ぐらいですけれども掘り起こしたりですねあの安倍元総理にもいろんなお話を伺ってきたんですけれども、うん、1997年にちょうどあの西岡さんが救う会をお作りになった頃にですね、うんうんうん 日本の前途と歴史教育を考える若手議員の会というのを作って、うんうん、そしてあらゆる方に、うん、この日本の歴史認識おかしいんじゃないかという問題意識のもとに、いろんな方に話を聞いて、うん、一冊分厚い本をまとめてらっしゃるんですよね。広い業種ね。えあの,の,、えー、あのその中に私も入ってるんですよ。はい、あの入ってました。はい。でも西岡さんからそれこそ加藤光一さんからね、うん、あ,あの河野談話の河野洋平さんからもありとあらゆる方に話を聞いて、生徒礼節の吉見教授もね。はい、そうです。 あれを読みますとね、うんまあ、今だったらこれはなんとなく分かるんですけど、うん、97年の空気の中で、うん、若手議員たちがこれをやったというのも大変勇気のある行動だったなというふうに今振り返るんですが、うんいやまあそこにいるあれ中川昭一会長で江藤誠一幹事長で安倍晋三事務局長い。 あ,であれが、うん、あそこにいた,いた人たちが第一次政権の中枢に入り、ね、第二次政権の中枢に入るんですね、えー、今あの第一次政権が終わった後中川さんが作った新保守研究会、えー、中川翔一さんが、まあ、亡くなられてねその後は安倍さんが引き継いで、うん、創選日本っていうのを作りましたよね派閥横断型の勉強会。えーえー そこのメンバーと重なってるんですよね。だその人たちが実はね、慰安婦問題の朝日新聞の捏造報道と戦ってきた人。そうですね。そして慰安婦あ、拉致問題で私たちと一緒に戦ってくれた人と、ほとんど重なってるんです、ね。うそれは九十七年のあの空気の中でというのは、本当に大変な勇気だったなと思うんですね。うん、で、この。まあ、国際社会に、まあ、九十年代にですね。うん、まあ、特にその河野談話、うん、ああ、とうとうがあって、この慰安婦問題の嘘というのが。うん まあ大きくルーフされてしまった。うん でまあ、そこからちょっと時間が飛んでですね第2次安倍政権で朴槿、うん、ククネ政権との間で慰安婦合意というのをまとめるわけですけど、うん、まあこの慰安婦合意についてはちょっといろんな異論も、うん、私も含めてですね、うん、ある部分はあるんですけどこの間の安倍さんの,この、まあ、歴史問題への戦いですね、うん、その中で、えー、やはり西岡さんが特に印象に残っていらっしゃること、まあ、これはやっぱり朝日新聞が2014年に慰安婦報道の検証を認めましたもんね。 今、97年は完全にわれわれ少数派だったわけですよね。 日本軍による強制連行が事実で制度隷にさせられた当選女性は20万人いた、はいうん、そういう定説だったわけですね、はい、そういう嘘の方がむしろ本流であるかのように当時は思われていましたからね,ね、うん、日本社会でそ,それがです、ね、あの朝日新聞の2014年の検証記事の冒頭に見ると、ねうん、朝日が捏造したということが、はい、あネットで広まっていると、うん、私たちは捏造していないとだから検証すると書いてあるんです。 が吉田政事という嘘つきを大々的に使って強制連行があったと言ったと、えー、あるいは元慰安婦の金学仁さんという人が出てきた時、この人が女子低身神として強制連行されたと嘘を書いたと、うん、それが問題なんだと、はい、私もそれずっと実は1992年からずっと言ってるんですが、えー、そのことをあの安倍さんは政治家としてね、うん、あの公然と発言するんですね。そうですね。えー、あの第二次政権ができる直前の。うん 党首討論会ですテレビ入ってるところで言いましたもんね朝日の記者が安倍さんの見解をって言ったらあんたのところの新聞が嘘つきの牛田を使って広めたのが安倍問題でしょって言ったんですよねいや僕はもうさすが政治家っていうのはすごいな政治家って普通ね自分の選挙区に朝日の読者もいるんですよそうですねその人たちを敵に回したくないと思っちゃうんですよねだから私たちが一対一で話していることと本でいうことで。 も抑えるんですけど安倍さんね。そうですね第2次政権で政権を取り返す前の安倍さんっていうのは本当に戦闘姿勢が鮮明だったそういう印象がありますしただ最近ですね亡くなるこの数か月前後ですねいろんな集会やなんかでご一緒したりして最近の安倍さんの持ちネタだったのは「私は 当選2期目の時から朝日新聞に批判をされていましたそれでも総理大臣になれたんだから <laughs> 萎縮するなと若手議員たちに言っていますということを随分おっしゃってたんですよねですから、まあ、特にこの韓国との問題歴史問題これについては本当に朝日新聞を中心に安倍さんに対する攻撃はひどかったなというふうに思います。ただあの、まあ、この 朝日がまあ、自分たちのご法、ごほうん、まあ、一種の捏造ですね。それを認めたというのが2014年。うん、その翌年に慰安婦合意というのがあったんですけれど。うん、あの、岸田総理が外務大臣の時です。うん、これは西岡さんはどういうふうに評価されましたか。まあ、あの、十億円を出すということと、総理の謝罪ですけれども。まあ、総理の謝罪は、今、今までの総理がやってきたと同じで。えー、あの、今の価値観から見れば。うん あの、貧困の結果、慰安婦として日本の戦争に協力してくれた女性に対して同情するというレベルの謝罪ですから、まあ表現は今までの 総理の表現を使ってますけども、うん、あの強制連行を認めたとかそういうことではないと、うん、そして重要件についてはねまあ本当はもうちょっと金額少なかったんだけど最後政治的に積み上げたんですけども、うん、実は河野大和の後アジア助成基金というのができたんですが、はい、その後もね、うん、公費で元慰安婦の人たちの医療支援とかやってたんですよ、うん、で毎年何千万円とかねそういうことだったんですねだからそれは全部やめると、うんうん、るだから未来にかけて出すものを出すから三億円ぐらいとかいう話 韓国側が強め入ってくれって言ったんでそれは出したんですけど、うん、それもつまりあの日本の戦争に協力していた,いた女性が生活苦労してるんだな、うん、生活支援しましょうということでねギリギリの線を私は守ってると思ったんですが、うん、一番心配したのは国際社会で総合批判をやめる、えー、という書かれたと,ところで、はいえー、しかし安倍さんは。 やっぱり、あのー、そこは、ね、分かっていて、うん、あの2016年の1月に参議院の予算委員会で、はいえー、歴史的な答弁をしているんですね、うん、慰安婦問題で国際社会に事実に反する誹謗中傷が広がってる、はい、えー、それ、えー、20万人制度例強制連行は間違いだと、うん、それについて政府として対処すると言ったんです。うんうん、でその後 杉山外務審議官の国連の女性差別委員会で発言につながるんですで、今外務省のホームページに強制連行制度例20万人は間違いだと書いてあるんです僕らもそれを言えとてずっと言ってきたんで慰安婦合意の後も嘘についての反論はやるとそれは韓国批判じゃないと。そうでですすすねね訂正るわけからということで。 あの歴代の政権がですねただ謝るということだけやってきた今の価値観から見ればその親の借金を娘にかぶせるっていうのはね、うん、人権侵害ですよ。だけど当時はそれが合法だったんで、うん、日本女性もそういう人たちはいたんですからね、うんえー、だから今の価値観で、えー、そういうことは繰り返してならないということは言うけれども当時は合法だった日本は戦争犯罪国家としての戦争犯罪を犯してないと。はい いうことも両方言うと、うん、いうことに政府の政策を変えたのは安倍さんですから、うん、僕はあの大きく見て慰安婦合意、うん、その後の安倍答弁と一緒に見ると評価できるというふうに本当にこの韓国との問題っていうのは、うん、まあ韓国側を、ね、の対応を見てると私たちは本当に厄介だなと思うんですが、うんうん、この、まあ、朝鮮半島の専門家でもいらっしゃる西岡さんから見て安倍さんのこの外交姿勢っていうんですかね、うんうん これれはどういういうに評価されますか、まあ、今回、安倍さんが亡くなってですね図、うん、らずもと言ったらいいんでしょうかこれだけ国際社会からもう真摯な弔位が示されるというのはちょっと私たち日本国民もあるいは安倍さんを支持しているという人間たちの間でもちょっと意外だったと思うんですよね。だからこのまあ外交をまあ責任者であるまあリーダー、うんうん その安倍さんというのをどういうふうに評価されますか。安倍さんまあ地球儀を俯瞰する外交的なんですよ。それはあの私安倍総理第一次政権の時ですね。訪中を終えて帰ってあの就任第一次政権で就任してすぐに中国に行きましたね。世界の国はね同盟国がある友好国があるそしてねえっと互恵国があるそして敵対国があるとこう見るんだとで。 中国は互恵国なんだとうん、うん、つまり利害があるから付き合ってると、うん、ただし外務省は戦略的って言葉は使いたかったから、うん、戦略的互恵関係だと言ったんだと、えー、つまり世界をそう見てね、うん、今中国が互恵国から敵対国に下がりつつあるわけですよね、うん、で韓国は友好国なんだけど互恵、うんはい、国そして敵対国の側につくのかということになってると、うん、そういうふうに見た上で、うん、全体主義英国 人権を弾圧する国は敵対国だというふうに見て日本として日本を主張するだけではなくて、うん、世界の自由民主主義をどう広げるかという意思を持ってたんですね。うんうん、韓国のメディアで安倍さんがインタビューを受けてたのは総理としてはですね。という月刊朝鮮だけなんですね。という意、ん、思を持ってたんですね。という連れを持ってたんですけど、はい、そこでですね。 あのえー、北朝鮮の人権問題について強,強く同情していると、えー、日本人拉致だけじゃなくて北朝鮮の人たちもひどい人権侵害をされていると韓国による自由民主主義の統一を支持すると言ったんですね、うんうん、あるいはあのウイグルの人たちとか、ねはい、あの南モンゴルの人たちとか 中国共産党の人権侵害の被害者たちを本当に同情してましたよね。うん、そあのやっぱり普遍的な価値観があったんですね。日本の戦前も普遍的価値観に配していなかった。だから日本を復権させる。うん 価値観自体を否定するわわけけじゃないわけでうん、うん、だから世界中の人たちがね安倍さんは今中国というそしてロシアという全体主義傍聴主義勢力が世界の道を指そうとしてるけど、うん、安倍総理の外交は、うん、つまり友好国があって同盟国があって護衛、うん、国があって敵対国があるその敵対国っていうのは覇権主義の侵略国家なんだという。うんえーうん うふうに振る舞ったので、うん、世界の全体主義国家と戦っている人たちは安倍は味方だと。うんうんうん いいう,うになったんだと思いますよね、まあ、その価値観外交とよく言われるものですねそういう中において、まあ、韓国との関係も考えるうん、うん、つまり日韓の特有の問題だけではなくて、うん、あの世界の中で価値観外交を実現していくその中で韓国は今こういう状況だけではあなたたちいいんですか、うん、と、うん、うすこういう問いかけができる政治家だったっていうことですねあるそのアメリカの、うんまあ、政治専門家がね。うん 日本の政治家には珍しくイデオロギーのある政治家だったっていうふうにそんなこと言われるのもちょっと日本の政界もどうかなと思うんですけど本当にそういう意味では思想と価値観を持った政治家だったって言えるんでしょうかまあだからあのこれは横田めぐみさんのご両親が最下新聞の正論大賞を取った時のですね授、はいうん、賞式の時に安倍さんも来てくれたんですけども、えー、佐紀江さんがやっぱり世の中には悪があるんだと、うん、13歳の少女をらっていくってのは悪じゃないですかと。はい その悪に対して、戦ってくれたのは安倍さんだったというような挨拶をしたんですけども。やっぱり、あのバランスのパワーだけじゃなくてですね。うんはい、やっぱり、あの十三歳の少女をさらっていくような、国家は悪だと。うん、その国が自国民を300万人を餓死させていると、それは悪だと。いう立場が明確にあったわけですね。はいうん、だから、それが安倍さんの普遍的価値観が、世界に広がっていったんだというふうに思いますよね。うん、あの、思い出すんですけどね。まだ安倍さんが副長官の時にね、韓国の拉致家族が日本に。 たんです。これ、えー、を読んだんですね。はい、で簡単にするこうとをしたんですね。福田官房長官ダメだって言ったんです。はあ。 日本には拉致問題あるけどね韓国の拉致までを広げると北朝鮮を刺激するとかそういうことだったと思うんですけどでも安倍さんはね今そこで喧嘩したんですけど副長官ですから従わなくちゃいけないから「衆議院議員安倍晋三として会う」って言ってね議員会館に来てくださいと言って韓国の家族に会ってくれましたその後もあのも総理になった後はね我々世界中に行って拉致を家族見つけてきたんですけどもあのー ルーマニアの家族とかね、うん、タイの家族とか、うん、あるいはアメリカの疑わしい人とか来たらずっと会ってくれましたよねそれは日本人拉致だけが憎いんではなくて,なて、えー、家族から無理やり家族を引き離すというテロは許しちゃならないそして日本国民を守る責任は大事に日本政府になると。うん という主権と人権両方を考えていたそういう政治家だから人権という観点で本当に安倍は本気だということは伝わって世界の評価が高かったんじゃないかと私は思ってますなるほど。今月は公益財団法人モラロジー道徳教育財団教授で麗卓大学客員教授の西岡勤さんにお話を伺っています次回もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします オッケーコージーアップ週末増刊号 と一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみくださいさあそしてここで番組からのお知らせです8月29日月曜日からの1週間コージーは特別企画ですタイトルは激論200%コージーダブルコメンテーターウィーク え今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場となります初日8月29日月曜日ジャーナリスト須田信一郎さんと評論家の宮崎哲也さん20日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん 青山学院大学客員教授でジャーナリストの峯村健司さん31日水曜日は数量政策学者の高橋陽一さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん 9月1日木曜日は明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして全日本銀行政策委員会審議員片岡剛志さん番組初登場です最終日9月2日金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員平正明さんですまさに本当に激アツな1週間となること間違いなしだと思います えそしてですね毎年恒例の豪華プレゼントもご用意しております千葉の美味しいお米コージー米大放出ですぜひ8月29日からの1週間お聞きください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした